はい、おはようございます。本日はですね、シングルスでバックのスライスを使って展開、どうやって展開していくんだっていうところをね、説明していきますんで、よろしくお願いします。まずですね、準クロスで打ち続ける、打ち合いをするっていうことが多くなってくると思うんですけど、基本的にはクロスに打ちましょうっていうね、シングルスの大前提、鉄則がございますので、でした時に、もちろん深く鋭いボールでスライス打てば相手は苦しむんですけど、ゆっくりでも大丈夫ですよっていうね、そういう話でしたよね。でした時にですね、山なりのボールでつなげようっていう時はやっぱり、これ深く打たないといけないです。であとはですね、全部が全部深くってやってるともう大変なので、浅くなっちゃってもいいんですね。ただし浅くする時は低い球、もう鋭さは別にいい、低い球するとですね、スライスで低ければ弾みませんので、相手も打点、低い打点になって、比較的攻めづらいかなと、ね。このあたりをですね、意識されていくと、非常にスライスでつなぐっていう、薄スライスの打ち合いっていうのがですね、相手にも、簡単には攻められず、つながると思いますので、意識してみるといいかなと。で今度はスライスで、クロス系の展開なんですけれども、クロスにね、何本も打ってると、これは低く鋭く角度つけられるなっていうボールがね、中には出てくるんですね。したらその時にはですね、思い切りよくスピードを上げてとかじゃないですよ、ちょっと低めのボールでしっかり角度をつける、することによってですね、相手をコートの外に追い出すことができますので、そこから相手が浅くなったらアプローチで攻めればいいですし、なんかギリギリ取れるかなぐらいな感じだったら、もう思い切ってネット詰めちゃってもいいですし。2つ目はですね、展開というか、若干チャンスボールになった時の打ち方なんですけど、逆クロスに浅く低く打つっていうのも、すごくスライス効果的なので、チャレンジしていただきたいんですね。で大前提として、僕はデュースサイドのレシーブだとですね、バックに回り込んでスライス使って準クロス打つっていうのをよくやるんですけど、これね、すごく使い勝手が良くて、自分もセンターにコートカバーリングですよね、しに行きながらクロスにもしっかりレシーブできると、もうすごい使い勝手いいので、よくこれ使うんですね。するとですね、なんとなく、相手がですね、ちょっと回り込むような状況でスライス打つかっていう時にですね、
なんとなく準クロスの方に打ってくるんじゃないかなっていう、ちょっとよぎるんですよね。ほんのちょっとね、ちょっとよぎるんですよ。した時に逆クロスに浅く角度つけてってなってくると、これまで意外と相手苦しめるいいショットになりますんで。というわけでですね、今日はバックのスライスの展開、基本的なところですね、どうせこういっぱいつなぐのに打ちますので、試合中にだんだん感覚も良くなってくると思いますので、ぜひね試してみていただけるといいかなと思います。はい、じゃあ休場になります。ありがとうございました。